試験管に硝酸鉛の水溶液が入っています。ここへ水酸化ナトリウムの水溶液をまず少量加えます。そうすると白色の沈殿を生じます。さらに水酸化ナトリウム水溶液を加えていくと、白色沈殿が消えて無色透明の溶液になりました。これは鉛が錯イオンとなって、溶けたためです。